はい、元空 TV をご覧の皆さん、こんにちは、宮口です。前回ですね、こちら、今ですね、データを終わったな、ちょうど、データですね、カメラ、このイワスキスの X6i で撮影して、マイクですねをつけて、あの動画の方を撮ってみたんですけども、今回はですね、今まで使ってたエブリオの方の、カメラに、マイクを接続して撮影を今テストしております。まあ、前回だから結構前の動画なんですけども、まあ、あのテレビの画面はこの EOS KISS で撮影して、で、自分の、顔の方にワイプという形で、このエブリオですね、で撮影をして、まあ、合成っていうか編集して合わせて動画にしたことがあるんですけども、その時にですね、音声どっちに優先しようかっていうのを正直迷いまして、結局こっちのイワスキスの方の音声があまり拾えてなかったんで、こっちの方を無音映像だけを優先して、で、エブリオの方ですね、を、の音声を使って、まあ、テレビの方もですね、拾ってたんで、その動画の音声として使ったんですけども、まあ、マイクがどのような、まあ、使ってみたらどのようになるのか、というのを、まあ、今回試してみたかったので、動画にさせていただきました。あとは、そうですね、まあ、今後、ゲーム実況をやっていく上で、まあ、どうしてもキャプチャー持ってないので、カメラで撮影しつつの、まあ、声も喋りながらの、あと、まあ、ゲームの音も BGM ですね、 BGM というか、もう流さ、まあ、収録したいっていうのもあるので、まあ、いろいろちょっと試しながらですね、やっていきたいと思います。まあ、一応ですね、今回はこのエブリオの方に接続して、まあ、どういう風になるのかというのをですね、試してみたかったので、これでですね、まあ、声の方はこんな感じになるんじゃないかと思いますので、この後ですね、ちょっと、スイッチ、パソコンの方のですね、モニターからの音声出力になっちゃうんですけど、それを拾えるのかどうかというのをちょっと試してみたいと思いますので、もう少々お付き合いいただければと思います。はい、ではですね、今スイッチの方を起動してみました。で、モニターはですね、パソコンのモニターを使っています。どんな感じですかね。エブリオなので、まあ、ブラックアウトとか画面が切り替え、暗転した時にちょっとピンボケしちゃうかもしれませんが、ご了承ください。どうでしょう、試しに今撮ってます。音声拾ってるかな。ここか。バイトもしなきゃなんだよね。はい、まあこんな感じですね、になります。どうでしょうかね。はい、ではですね、このあと、EOS KISS の方に、カメラを変えてどんな感じで音声拾ってくれるのかというのを、やってみたいと思います。まあ、まあ、あくまでこれはパソコンのモニターでやった時ですね。普通のテレビの方ですね、ブラビアでやった時ですね、ソニーのブラビアでやった時のと、まだちょっと検証しなきゃいけないので、まあ、今回はこちらのパソコンのモニターの方で検証していきたいと思います。はい、ではカメラの方ですね、変えてみたいと思います。はい、今度はですね、イワスキス X6i で撮影をしております。
先ほどですね、ブリオで撮ったの動画の方チェックちょっとしてみたんですけども、まあ、音声もバッチリ、普通に拾ってくれてました。内蔵のですね、マイクよりもちゃんと拾ってくれてましたね。まあ、距離がですね、ブラビアとの距離と、まあ、今回の方のパソコンとのモニターとの距離の、が、まあ、全然違いますので、まあ、はっきり入ってくれました。あとはそうですね、その下の下って、まあ、今こちらのパソコンのある部屋2階なんですけど、1階にあるそのブラビアの方はまた後日ですね、試していきたいと思います。で、まあ、今回はですね、この、またカメラを変えてですね、ヨースキスの X6i での撮影の動画なんですけども、まあ、これもちょっとどんな感じになるかですね、後でチェックしてみたいと思います。で早速なんで、募集はありません。そりゃそうだ。やってないもんね。うん。ちょっと、バイトが、おー。フードチケットか。ドリンクチケットが欲しいな。まあ、いっか。やってみようかな。せっかくなんでバイトをやってみたいと思います。達人になってはいますが、果たしてってところですね。シューターがどうしても苦手なんで、シューターに当たるとちょっとやなんだよな。はい、始まりました。ドンブラコね。なんだね。でしょ。どっちだ。どこだ。どこから来る。さあどこから来る。どこから来る。来たー。よっしゃ、あれ、いただきまんもーす。はい、いた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 。よし、あぶね、あぶねー。やべえじゃん、やべえじゃん。あ、届いてない。やばい、キン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 。あ、危ない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 。あ、落ちちゃった。どこにいるの、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 どこにいるの。やべやべ、危ない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 、逃げろ。よし、危ねえ。危ない危ない危ないよ。よし、行きますね。2戦目、洗濯機ですね。洗濯機、洗濯機、洗濯機、来た来た来た。あ、やばいやばい。マジかよ。今完全に俺じゃなかったよね、狙ってたのね。よし、タワーいいんじゃん。あ、危ない。まずいまずいまずい。
ああ。身動き取れないんだもん、無理だよ。よしよしよし。やばいやばい、怖い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 。なんだこいつ、うぜえな。ね、クリアできればいいんすよ、なんだって。またやだな。あ、入んなかった、最悪。果たしてやり方合ってんのかな、これで。おら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 、危ない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 、危ねえ、怖え。もう破れかぶれだ。おし、危ねえ危ねえ。また死んだ、危ねえ。クリアしたよ。ナイスナイス。こんなんでいいのかな。まあクリアしたからね、結果オーライですよ。いや、本当チケット欲しいんだけどな。だいたいあれですよね、1200まではコツコツバイトして貯めるべきってやつですよね。はい、というわけでですね、一応このテスト動画ということになりますので、こちら動画撮影の方はこれで終わりたいと思います。あとはチェックしてですね、また動画としてアップしたいと思いますので、一旦こちらで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。またですね、コメント、評価ですね、いただければと思います。チャンネル登録もぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。